もいつも動画見ていただいてありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、今日もスバル360、これをね、ちょっとずつちょっとずつレッスン仕上げていこうと思ってます。今日はね、何をするかといったら、あの前回あのこの、ボンネットの中ね、この配線をちょっと覆ったりとかして、きれいに、見えるようにやりました。それでね、次はね、何をするかといったら、このね、よいしょ、重た、重た、このね、タイヤホイール、このスペアのタイヤホイールをね、ここに乗っけろうと思うんですけど、これ今ちょっとね、錆びてるんですよ、これ、よいしょ、これ、錆びがあるので、このまま乗っけたら、ちょっと見た目もせっかくね、中もきれいにしてるのにね、このスペアタイヤが汚かったら、ちょっと話にならないかなと思って、それでとりあえずスプレーあったかな、塗料がないかもしれないっていうふうに今気がついたんですけど、とりあえず塗料買いに行きます、缶スプレーで行きます。それで、これをね、サビを取って、それで、ここに、乗っけて、で、この中の見栄えをだん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 完成に、近づけていこうと思ってます。塗装しようと思って塗料がないってどういうことやねんっていう話なんですけど、ってなわけで、今日の動画はとりあえず、スペアタイヤとかこのサビをね、取って塗装をやっていきたいと思います。どうぞご覧ください。ちょっとあれやね、塗装するって塗料がないって、まあほんなゆるい動画でございます。頑張ります。うわっす、はい、塗装しようと思って、塗料見たらやっぱりなかったです。このゆるいガレージライフっていうか、まあとりあえずね、塗装したいので今ね、コーナーの方にね、缶スプレー買いに行ってます。それで本当はウレタンの2液で塗って、クリアまで塗ってデカデカにするのがいいかなとか思ったんですけど、あんまりもそこだけがきれくなってもダメかなと。それでとりあえずね、缶スプレー、250円ぐらいかな、とりあえずシルバーを買っていきたいと思います。行ってきます。
はい、こんな感じで塗り上がりましたけどね、まだね乾いてないんですよ。乾いてないけどね、ちょっと外していきたいと思います。はい、こんな感じで塗り上がったので、これね実はまだ完璧に乾いてないんです。乾いてないけどね、とりあえずつけろうかなと思ってます。ここで、よこしょ、それでさっきのどこか、これか、よし、これで止まる。ちょっと弱いような気がするけど、まあいいか。はい、こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。なんかめっちゃ綺麗になったような気がします。はい、どうも、動画最後までご視聴いただきありがとうございます。今日もスバル360のレストはちょっとずつやりました。それで今日はね、初めて使ったあのシルバーの、コーナーの272円の塗料なんですけど、思ったより光沢が出て、まあメッキとかはもう全然火にならないんですけど、すごいこうシルバーのこうクリアを巻いてるぐらいのいい感じになったかなと思います。そんな感じで、今日はスペアのホイールとそれと、ついでにジャッキとジャッキを回す、この3点を塗りました。まあこんな感じでね、ゆるーくなんですけど、一つずつ、完成に、近づけていってます。ゆるい動画いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。次はね、フロントバンパーとか、あとこのフェンダーミラーとか、ワイパーとか、そういうところをね、ちょっとずつやって、で内装にかかって、それでね今ねエアクリーナーとかはね新品、注文してますので、プラグとエアクリーナー変えて、またちょっとエンジンかけたり、だんだんエンドはまだまだ見えないんですけど、いい感じで進んでます。こんな感じで今日もね本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。このような動画ですけど、明日もまたガレージで楽しんで、私の楽しむだけのゆるい動画なんですけど1本アップしますので、よろしければチャンネル登録していただいて、また明日もお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。それとこのおっちゃん、いいね、高評価、グッドボタン、めちゃくちゃ好きなので、重ね、よかったらやってください、お願いします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。さようなら。よし。